ドン！月曜日、総チェック！はい、のお時間でございます。さあ、いろいろなことがね、起きて、ヤクルト、コロナ続出で試合中止。ソフトバンク、コロナ&怪我人続出で、おいおいおいといったところでね、いやー、こっからね、いろんなことが、まだまだ起きるかもしんないプロ野球ね、余裕かと思ったセリーグが、こっから大激戦になるのか、ね、皆さん、総チェックで。お楽しみください。今日ね、試合ありませんから。ね。ということで、まず行きましょう。パリーグから、オリックス対ロッテ。8日1対6でロッテ。9日3対1でオリックス。10日10対1でオリックス。オリックスの2勝1敗で勝ち越しっていうところになりましたけども、8日ね、6対1でロッテ。ね。ロッテ先発するとき、佐々木朗希、豆でね、降板っていうところで、こうチャンス到来。7回102球、2安打3三振、無四球無失点。いや、まっすぐしっかり投げれて、同じ軌道からフォークを落として、フォークがいける。ストライクも取れて、ボールにも投げる、ふたき、グッズ。まあ、90% のロッテファンの皆さんが期待してなかったと思いますけども、ここで、背水の陣で、後ない状況、奇跡的なチャンスで巡ってきた、今年、何回ものチャンスを潰してきたふたきが、ここに来て、グッチ。これは大きいね。本人にとっても、チームにとってもね。大きかった。まあ、今後ね、どうなっていくか。小瀧はね、次が大事。次ね。で、オリックス先発山岡。5回3分の1、91球、6安打2三振、2四球6失点と。まあ、こちらはね、縦スダなど変化球仕留められて、ちょっと苦しい展開になってきて、まあ、その後ね、ストレート投げるも、ちょっとそこを通打っていうね、まあ、後手後手のところになってしまったかなと。まあ、でも全体的には抑えてんだけども、もう、ロッテはもう集中攻撃っていうところで、まあ、3回ね、高部ヒット、そして中村レフト前2ベースで、ノーアウト2、3塁になってから、安田のね、タイムリーヒットで先制。で、その後、井上はセカンドランナーアウトになるけども、角中のセカンドのゴロの間に1点で、山口のセンターへタイムリー。これ山口の1点。ここが大きかったね。山口も使っていったらいいのよ。まあ、打てない時もあるけども、育てていこうぜっていうね、魅力あるぜっていうね、ところ。で、6回もね、ワンアウトから、安田、井上、フォアボール、フォアボール。これ痛かったね。で、角中がセンター前ヒットで、ワンアウト満塁から安田、山口がね、センターへ2点タイムリーツーベース。で、佐藤としてアウトになるけども、ここで、跳躍牽制アクスをバッで、まあ、ここで6点。ね。で、9回ね、吉田のタイムリーでね、1点取るけども、まあ、遅しっていうね。まあ、完敗だね、オリックスはね、この試合。で、9日、3対1でオリックスっていうところで、オリックス先発山本ね、8回120球、6安打11三振、1球1失点と、まあ、このね、カーブが、抜群で、で、まあ、ストレートとね、緩急もついて、腕の振りもめちゃくちゃ振れてて素晴らしかったね。まあ、連敗するわけにはいかないっていうね、ピッチング。で、ロッテ先発大島ね、5回72球、8安打1三振、無四球2失点と、まあ、悪くはないけど、吉田への配球が、ちょっと悔やまれるかなっていうね、ところになったような、感じがします。この日ね、オリックスは初回、2アウトから、中川ね、泳ぎながらレフトへヒット打って、ここでね、吉田に、レフト、オーバー、タイムリーツーベース打たれるんだけども、初球ね、インコーストレートね、ってやつが甘く入ってね、それを打たれるっていうね、もうちょっと初球からしっかりね、一番気をつけなきゃいけないバッターね、そこをきっちり投げきれなかったっていうところでね、まあ1失点、吉田はね、ナイスバッティング。ね。で、3回裏、ね、こちらも、ワンアウトから中川がね、センターにスリーベースヒット、ここでワンアウト3塁になって、ね、どうするのかっていうところで、スライダーボール、スライダーボール。で、3球スライダー続けて、それをレフトへタイムリーツーベースっていうね。だから、ここでね、まあ、こう結果論になるけども、もう待たれてんのよ、完璧に。で、1打席目ね、ストレート打たれたからちょっと行くの怖いなって。ああいう時にやるのは、もう一回、初球インコースのストレートから入るのよ。ボールでもいいから、もう当てそうになってもいいから入って、まだインコース行くぞっていうのを見せといてから、スライダーだったらまだいいんだけど、もう後手踏んで、もうストレート行くのが怖いみたいなね、感じになって2だっていうところでは、このね、初回と3回の吉田への配球っていうところは、まあ悔やまれるっていうところと、やっぱね、その、1打席目にね、まっすぐミスコントロールしてるっていうところがね、キャッチャーサイン出しづらかったとは思うけど、でもあえて、行かなきゃいけないっていうね、こういったところが配球の妙なのよね。まあこれは駆け引きだからね、いい悪いとかじゃなくて。で、2対0になってね、ヤンボとコロンをね、ずるずるいくかなっていうところで、4回の表にロッテ、高部、内野安打、ね。で、中村、センター前ヒットで、ノーアウト1、3塁になって、安田のね、ショートフライ、後ろ取って高部。グッド。ナイス、それ。しかし、ここで言いたいことあるよ。ね。
このね、中村のセンター前ヒットの時、ランエンドヒットの形になってね、ちょっとハーフライナー気味に抜けていって、高部がね、3分の2ぐらい走ってて、行ってて止まったんだけど、あそこで止まっても、取られたらもうダブルプレイなんだから、もう行っちゃえ。走ったらもう仕方ない。ね。あんな、もうちょっと3分の1ぐらいで止まるんだったらまだいいけど、3分の2ぐらいまで行ってて、止まったところで、取られたらアウトなんだよ。もうそこはね、止まらないで思い切っても3塁まで行く。まあ結果ね、3塁まで行けたからいいけども、今度行けない状況の時もあるからね。そういった時にね、もうあんな無駄に止まらない。ね。そこら辺はもっと判断。でも、タッチアップの判断。グッと。ね。1点取って、俺はこれまだ行くのかなっていうところでね、まあそこからはもう山本がね、しっかり抑えていって、で、ダメ押しのね、8回、先頭フォアボール、中が送りバント決めて、まあ吉田ね、一塁空いてるから、まあ歩かして、これはもう当然だね。で、ここで杉本がね、初球、ライトへタイムリー。あ、もうケイタだね。だからこのね、ケイタで知らして杉本はね、このヒットに慣れたら、もうこれ状態上がってきてる証拠だね。やっぱね、亀岡投手ね、ケイタ行った時引っ掛けたりしてたからね、これはもう長打狙わない、最初からケイタで1点取りに行くっていうところでは、このヒットはね、まあナイスバッティング。ね、まあ取れるべきに点を取って、あとはエースが抑える、まあ完璧なね試合展開だったんじゃないでしょうか。で10日の試合、10対1で、オリックスの勝ちっていうところで、まあここね初回ツーアウトからね、この中村やつはフォアボールフォアボールで、まあ井上にタイムリーヒット打たれるんだけど、おっと悪い時の田島が出てきたんじゃないかっていうところでね心配になったけども、まあ2回以降はね立ち直ってね。7回3分の2、123球、4安打6三振、3四球、1失点と、まあ、若干ね、まあ、かなり、まあ、数多くなったけども、まあ、初回のね、バタバタから比べるとね、粘り強いピッチングできたんじゃないでしょうか。で逆にね、ロッテ先発見ま、5回83球、8安打5三振、2四球、まあ、4失点とね、まあ、いい形で先制するけども、1回裏、先頭ね、石岡、藤岡ファンブル、バーッと、チャンスなんだから、そこ守備やんないと。ね、で、宗がきっちり送りバント、決めると思ったら失敗、バーッと。何やってんだよ。ミスをミスで返す。みたいなね。これバタバタしてるところを救ったのが中川ね。ライトへのライトオーバーね。ツーベースで2、3塁になって。で、まあ吉田がね、ショワーストゴロ。まあここは1点 OK っていう形でね。まあ同点になってくるっていうね。まあミスをミスで返すっていうところをね。まあ中川がね、オリックスは救ったかなと。で、2回表もね、ワンアウトから足立センター前。紅林アウトになるけども、若月のね、ライトで勝ち越しタイムリー。これライト結構抜けるね。もう。ギリギリ取れないっていうね。まあ、この下位打線で1点取ったっていうところは非常に大きいね。で、5回の裏ね、この折り、中日からトレードできた石岡がね、レフトにね、移籍初のツーベースを打って、今度はね、胸が引っ張り込んでね、初球をね、ライト前ヒット。ね、あ、ライト前ツーベース。で、ここで1点取って、また中川が送りバント決めて、吉田がね、レフトへタイムリーっていうね、この1番から始まった流れっていうところは、この石岡がね、もたらした石岡。頑張れオリックスでユニオンも早く届けばいいね。で、まあ、ここでね1点しっかり取って、まあ、その後もねチャンス作るけども、もう1点ここでね取っときたかった。でも6回裏ねピッチャー三馬から八木に代わってワンアウトからまた石岡がね内野安打いいね1本出たらいいね。で胸の時にね、まあ、盗塁試みもアウト、まあ、こういったところセーフになるように頑張ろうね。その代わり、まあ、胸がフォアボールで中川またタイムリーツーベースっていうね。で、7回にも佐々木試合冒頭からもうロッテはパスボールワイルドピッチ多すぎる。もっとちゃんとやんないと、もう12球団で一番多いって本当にもう信じられないっていうぐらいね、そこら辺はちょっと練習必要。その後ね、若月がまだタイムリー。で、8回にね、中川がホームラン打って、で、小田がホームランっていうところでね、まあ10対1なんだけども、まあ今ね、経過だけお伝えしましたけど、まあこの試合一番ね、気になったのはね、まあそのワイルドピッチとかそういうのもめっちゃ気になったけども、ロッテがね、まあ対左に対しては、インコースちょこちょこ使うんだけども、対右、もうほぼほぼインコース使わない。松川も含めて、佐藤終盤出たけどね。なんでそこまでインコース逆に使わないのか。三馬は緩急とかいろいろコースとか工程とかテクニカルな部分で抑えていかなきゃいけないのに、もうほぼ、もう右バッターなんて多分ね、99% インコース使わない。逆球以外。で、その中で、外ばっかりを全部打たれるっていうね。で、中川がこの日ね、4打数4安打、3打点1ホーマーとね、非常にグッバッティングなんだけども、全部外を気持ちよく打たれてる。途中からインコース行こうとか思わないんですかっていうね。で、小田がホームランね、この打ち直しホームランに対しても、まあこれね、キャッチャーだけの問題じゃないけども、ね、打ち直しファールになって、ワンストライク。で、もう一回、キャッチャーね、佐藤、1球目はアウトコース、ストレートは逆球インコースになってファール。で、もう一回2球目はアウトコース構えたら、もう一回、リプレイ見てないよね、これって。俺思ったもん、一瞬見ながら。これリプレイじゃないよね。あ、ホームラン、同じような逆球2球連チャンで投げるっていう。
意識を持って、俺がもしキャッチャーだったら、わーって めっちゃぶち切れてるね、多分ね。だそういったところでも、なんか、負けても負けようっていうのがあるから、かなりもったいないね。あとはちょっとその、ベンチからサイン出てんのか、本人がやってんのか知らないけども、いろいろいろんなとこから話聞くけども、もうちょっと、このミーティングも含めて考えてやんないと、外ばっかり投げて外ばっかり打たれるっていうのは、ちょっと学習能力なさすぎるね。そういったところはかなり感じた。まあでもそれをね、しっかりオリックス打線が仕留めていったっていうところでね、16安打10点はね、素晴らしい攻撃、オリックス、グッバッティだったんじゃないでしょうか。結局ね、2勝1敗でオリックスの勝ち越しでした。続いて、楽天大セーブ。8日4対8でセーブ。9日3対6でセーブ。10日3対6でセーブ。セーブの3連勝!ついに、首位と1ゲーム差!おっと、ここまで一気に来ましたよ。ということで8日ね、楽天、プロ初先発、ね、登板。松井友隆。4回7打球、6安打3三振、2四球4失点と。まあ、ここからね、いろんなことを勉強しながら、まあ、ここからね、大きく育っていってもらいたいなっていうね。ところで西武はね、もうプロの厳しさ教えるぜっていうね。まあ、初回山川がね、チェンジアップ、レフト前タイムリー。で、2回にはオグレディね、ストレート、ライトへツーランホームラン。で、3回には殿崎チェンジアップをね、レフトへタイムリーっていうね。これ全部松井がね、甘く高く入ったんでね。まあ、それをね、まあ、一軍は。で、今、好調西武打線は見逃してくれないっていうところでね、まあ、しっかり捉え切られて、まあ、プロのお勉強だね。で、西武先発、高橋コナね、5回3分の2、106球、5安打5三振、5四球4失点と、まあ、こちらね、楽天4回裏、浅村のね、センター、バックスリーのホームランで、まあ、のろしを上げてね、6回ね、2アウトから、4者連続フォアボールで押し出し、バーッと、どうしたんやっていうね、いきなり、それまでもういい感じでね、山川、オグレディ、殿崎のね、タイムリーで4対0、で、まあ、浅村にホームラン打たれるけども、まあ、このままね、勝ち投手の権利持って、で、2アウトになってから、浅村、島内、銀次にね、フォアボール。で、茂木に押し出し。で、2アウト満塁になってから、ここでね、もうたまらず辻監督もピッチャー交代、佐々木。でも佐々木、ここでね、岡島、踏ん張りきれず、センターへのタイムリーヒットで、同点っていう、まさかの、これ一気に楽天逆転劇行くんちゃうかっていうところでね、まあ、こっからね、やっぱり流れを変えたのは、水上よ。7回ね。これきっちり抑えたっていうところがね、大きかった。で、8回表ね。で、中村三振取るけども、オグレディがね、右中間に勝ち越し高め入ったところ。ホームランね。この1点。で、8回裏ね、平がこう3人抑えて、で、9回表、こうワンアウトからね、ピッチャー酒井、源田がね、内野安打。で、森センターへタイムリーツーベース。ワンアウト2位から山川ね、ここ。頭の後ろ通されてて、ちょっと若干こっち抜け気味のスライダー入ってきて、あれよくこうなんだよね。普通ね、これはね、意識とか無意識じゃなくて、もう脳が反応しちゃうんだよ。危ないって。こうなって、こうなってよく見るでしょ。ああいうのがここ通されたら起きるんだけど、全く山川、もう、申し訳ないね。俺の語彙力ないから、鈍感力。待って。レフトホームラン、山川。素晴らしいね。あそここうなるのにね。で、これで2点、3点だ。森のね、ツーランと。まあ、これでね、まあ、勝負あったっていう。でも、これをね、やっぱ繋げたのは、このね、水上平っていうね、ところのリリーフ陣があの後踏ん張ったのは、正直、大きかったね。で、きっちりね、勝ち投手には水上がなるっていうね。で、9日、3対6でセーブっていうところで、セーブ先発スミスね、4回71球2安打、三振0、3四球3失点と、まあ、指にね、ちょっと違和感ができて、5回途中でね、交代っていうところだけど、まあ、いい球投げてたけども、結局クイック遅いのよ。だからまあ、牽制とかも早いし、周りね、こう長く持ったり短く持ったり、だからそこら辺はめちゃくちゃ考えて投げてるから、非常にね、まあ、好感持てるし、よくやってるなとは思うけども、なんせ、クイックが遅い。だからそこをね、まあ、足を絡めてるっていう、絡められたっていうところがね、ちょっと、危なかったね。だから初回ね、いきなり、西川ね、フォアボール。で、ここでね、盗塁されて。で、小深田がね、センターへのタイムリースリーベースっていうところでね、まあ、ここね、高めのストレートをね、小深田もバットをね、うまくこのヘッドを立ててね、力負けしないように非常にね、素晴らしかった。で、ノーアウト三塁になって、浅村のね、セカンドゴロの間にもう1点っていうね、もうあそこはもう1点 OK よっていうところで、2点を献上ね。で、3回の表に、ワンアウトからね、源田がスリーベース打って、ジャンセンのね、ショートゴロ、こうカーブね、低め、泳ぎながら打つけども、ここもね、セーブ、楽天内野がね、もう1点 OK ですよって後ろ下がってて、まあ、この1点っていうね、2対1。あれ、これまた徐々にセーブ打線が行くのかなっていう中でね、3回の裏、ね、まだ先頭、西川がね、フォアボール。で、また、盗塁。
で、小深田送りバント成功して、浅村ショートゴロね、ここはホーム帰ってくれて2アウトになるけども、島内がセンター前、ね、タイムリー打って、1点、捉えたら取り返してっていうね、この1点がね、非常に大きく見えて、あ、これはね、楽天がいい感じで行くのかなっていうところでね、まあ今日の先発楽天ね、唐島、5回94球、6安打5三振、3四球、3失点と、まあいい形で投げてたけども、5回よ。5回。ね。長谷川、ね、初ヒット、グッと、来てから試合感になってね、いい形で。こう書いてる。育成から試合か、勝利打点、躍動。この日4打数2安打、1打点、1盗塁。長谷川慎也、グッて、頑張れ。ね。センター前ヒットで打って、で、小深田アウト、源田アウトになって、で、2アウト1塁からね、こう盗塁、初盗塁。ね。で、2塁行って、ここで、ジャンセンがカーブ。だからその前にショートゴロ打ったカーブは低めにいいところ抜けてて、で、ショートゴロになったけども、もう一回ね、その多分同じイメージで投げたら若干高かったんだよね。で、ジャンセンはその前の打席のカーブ見てるからね、しっかり止まって、高めに浮いて振り切って、ツーラン。ジャンセン。まあ、バッテリーの攻めたい気持ちもわかるけどね、その若干高め浮いたところと、やっぱ前の打席と続けてっていうところのジャンセンの反応力っていうところが、まあ非常にね、良かったかなと。これ一発はね、同点っていうところで、かなり、大きかったんじゃ、ないでしょうかね。で、8回表に、ね、同点から、鈴木空、まあね、2試合連続出てきて、ここね、オグレディライト前ヒット、また打たれるっていうね、高木、送りバント決めて、小川フォアボール、ワンアウト2、3塁から、長谷川のね、ライトにタイムリーヒットで勝ち越し、長谷川グッて。ね。で、その後ピッチャーね、福山に代わって、中村三振するけども、源田がね、センターへのタイムリースリーベース。源田がいい感じで当たってきたね。これは大きい。で、一気に3点取って、まあ6対3でね、まあジエンドっていう形、なったけども、まあこの中でね、気になったのが、このね、3回裏、島内のセンター前、タイムリーで1点取って3対1にするんだよね。さっきも言ったように。で、その後盗塁するんだよ。またね、クイックでかいからね。で、盗塁して、次ね、この、三塁に小川がちょっと弾いて、ちょっと若干見失うんだよね。で、すぐ取ってサードに投げたんだけど、島内ね、この2、5タッチアウト。まあ、積極的に行く気持ちもわかるけど、楽勝でタイミングアウトだったから、まあ、バットまでは言わないけど、ちょっとこれで流れ切ったっていうところはね、もう1点ぐらいひょっとしたら生きてたかもわかんないっていうところはちょっともったいない走塁だったかなと。で、楽天はね、これ8回裏、ピッチャーね、平らになった時に、なんとね、浅村、島内、銀次と、三者連続ヒットというところで、ノーアウト満塁になってね。で、こっから茂木、ね、三振。で、岡島サードゴロ。ね、このサードゴロの時にね、ちょっと、平沼、ボロボロボロってなったけど、ちゃんとしっかりね、ホームアウトにして、で、その後ね、サードライナー、プシュッとって。まあ、平沼ね、序前がミスでっていうところもあったけども、今回ね、守備、グッて、頑張りました。で、あと9回ね、楽天、3点差。で、先頭山崎がね、ピッチャー増田から、センターへスリーベースってノーアウト三塁。で、西川がレフトフライ打つんだけども、なんか山崎が、なんか戻って行ってみたいなタッチアウトみたいな、バーッと何がやりたいんやっていう。そんな慌ててすることかっていうね。ノーアウト三塁。そんな無理に1点取ったところで試合状況は変わんない。絶対セーフになんなきゃいけない。だから余裕でタッチアップ、もしくはバタついた三塁ストップ。あなたはそんなに大事なランナーじゃない中で、ダブルプレイはバッと。で、しかもそこからね、2番、3番、4番で続いていく中で、走塁っていうのは、もうちょっと考えなきゃいけないね。で、次いで、7月10日、3対6でセーブっていうところでね、まあ、早川ね、ちょっと立ち上がり、球がね、ちょっと浮いたところをやられちゃったかなと。まあ、2アウト取ってからね、森のフォアボール。で、山川にね、浮いたところをタイムリーツーベース。森もね、よく走って、ホームに。ね。で、その後、外崎にもね、高めに浮いて、レフトへね、ツーランホームラン一気に3点っていう、しかも2アウトからね、ここちょっともったいなかったかね、試合の流れっていうところで痛かった。でもその後ね、楽天も、ピッチャーね、先発与田、ね、ワンアウトから小深田レフト前、浅村ライトへ、ツーベース。で、島内、ね、ファーストゴロ、このね、この島内のファーストゴロワンアウト、ジャンセンがね、ホーム投げてアウトにするんだよ、後ろに。行ってオッケーで後ろ守ってるけど、ホームに投げて小深田アウトにして、ジャンセン行く。ね。で、その後、銀次にね、タイムリーヒットを打たれて、もう1点入るんだけども、これもしあれアウトにしなかったら2点入ってたかもわかんないからね。そういった意味では、このジャンセンのね、1点をこの防ぎに行くプレーっていうのは、非常にね、この序盤のこの攻防の中で、いいプレーだったと、思います。で、2回表ね、で、こちらワンアウトからオグレディデッドボール。で、だから早川もね、
左バッター抑えなきゃいけないからインコース投げていくんだけどもデッドボールね。で高木センターフライアウトを取ったけども長谷川がレフトへねツーベース2、3塁になってから源田のレフトへタイムリーヒットね。でこちらもね長谷川をホームにさせてアウトで、こう1点これ守備ね、どちらのチームもね。でこれまあ取られて1点取られてね1点取り返すっていうところでは西武もねいい流れいくけども楽天もね取られたら取り返すっていうところで、まあワンアウトからね茂木がホームランっていうね。まあこの日ね、先発、西武与座5回3分の2、99球、7安打3三振、1球2失点と。まあね、まあ試合十分作ってね、いい形。やっぱりまあ状態はね、ストレートも強いし、いい感じで続けてる。でもただ茂木だけがね、非常にこの与座に合っててっていうところでね、まあ完璧に打たれたかなと。で、楽天先発早川ね、4回83球、7安打1三振、3四球1デッドボール6失点と。まあだから全体的にちょっとね、ストレート力ないのかなっていうね、ちょっと疲れてきてんのかなと。で、5回ね、森に、ツーベース打たれて山川にね、バックスクリーンホームラン打たれるんだけども、あの打たれた最後のアウトローはね、結構いい球だったのよ。でもあのいい球なのにしっかり打たれる。まあもちろん山川がね、素晴らしいんだけども、ちょっと球の力がね、なくなってきてんのかなっていうところでね、まあ1回キャンプありかなっていう感じのね、ピッチングに、見えましたね。で、6対1、まあ最終回ね、茂木がね、また松田から、ライトにね、スタンドへホームラン打つけども、まあ、万事休すってね、時すでに遅しっていうね。まあ、6対3で西武の勝ち越し。結果、西武は3連勝っていうところになりましたね。続いて、ソフトバンク対日本ハム。8日、2対4です、日本ハム。9日、2対7で日本ハム。10日、1対2で日本ハム。日本ハム3連勝！ソフトバンク3連敗！首位ソフトバンクに西武1ゲーム差に縮まりましたね。ということで、8日、4対2で日本ハムというところで、日本ハム先発、大沢ね、7回3分の1、133球、7安打13四、1四球、1デッドボール2失点と、まあ、志願のね、8回登板、ね、8回も登板して、まあ、同点になったけども、まあ、全体的にはね、非常に、ストレート、フォーク、持ち前のね、球の強さとフォークっていうところでは、素晴らしいピッチングだったんじゃないでしょうか。でソフトバンクね、先発で、6回101球、5安打4三振、2四球1デッドボール2失点と、まあ、立ち上がりね、2失点して、あれと思ったけども、まあ、そこからね、好投に結びついたっていうところでね、非常に良、かったかなと。まあね、初回、2アウトからね、近藤レフト前。で、ヌニエスね、デッドボール。これ痛かったね、レイ的には。で、2アウト1、2から清宮がね、ライトへ、タイムリーツーベース。で、石井がね、レフト前タイムリー、石井、グッと。ね。で、二塁走者9秒はね、7にタッチアウト。柳町ね、ナイス走塁。ナイス送球。ね。まあ、ということで、これ、石井のね、タイムリーも大きかったけども、若干立ち上がりね、この2失点、この、ちょっと制球が甘くなったっていうところでは痛かったかなと。でも全体的にはね、レイ、まっすぐカットボール、ツーシームとね、ストライクゾーンで動かして打たせて取るっていうね、まあ、ボール先行しても崩れないっていうところでね、非常に、ゲームはね、作ったかなと。まあ、初回のね、2失点だけだったんで。で、ソフトバンクはね、5回裏、中村がね、センター前ヒット、川瀬三振の間に盗塁。で、海野三振。で、2アウト2塁から三森のね、センター前タイムリー。で、8回裏もね、志願のね、噂入って、ワンアウトからシュートがね、高めの、ストレート、左中間抜けてスリーベース。足早いね。だから、あそこを仕留められてくるっていうところでね、ちょっと球数もかさんでね、ちょっと噂のね、ちょっと疲れ気味だったのかなっていうところはね、結果的に見て思うところ。で、その後、牧原がね、ワンボールツーストライクから、インコースのね、ストレートね、やったら最後気合の一球でね、気持ちも入ってた。でもそれが逆球になって、センター前同点タイムリーっていうところでね、まあ同点なるんだけども、日本ハムはね、10回表、2アウト2塁からね、石井が、ね、つもりからアウトコースのスライダーがちょっと中入ってきて、ちょっと泳ぎながらも体重乗ってね、ライトへツーランホームラン、ガッツ、ナイスホームラン。だから今日はね、この2点目のタイムリー、この石井のね、活躍っていうのは素晴らしかった。まあソフトバンクはね、この又吉が足骨折で、離脱3ヶ月、ひょっとしたら今季絶望、もう帰ってこれて、クライマックスっていうね、以降っていうところがあるんで、かなり痛い。で、ソフトバンクはね、まあ、強いて言うならもうほぼ完敗なんだけども、強いて言うならば、この2回の裏、柳田がね、ライトにツーベース、無視2塁から、まあ、柳町三振して、今宮アウト、中村フォアボールで、川瀬アウトと、ここで1点でもね、取ってれば、ちょっと状況はね、変わったかもわかんないけども、全体的にはね、まあ、完敗だね、流れよくね、同点まで追いついたかなっていうところだね。で、9日、2月7日で、2対7で、日本ハムというところで、日本ハム先発伊藤、8回135球、5安打8三振、2四球2失点と、まあ、初回ね、自身のミスも重なりね、2失点、まあ、それのみね、2回以降はね、ほぼピンチだしっていうところで、ホームにね、キレある、躍動感、あと腕の振りっていうのも完璧だし、非常にね、素晴らしい、もう東京オリンピックぐらいのね、形の気合の入ったね、ピッチングで、躍動感、ガッツポーズも、ガッツ。非常に、喜怒哀楽ね、出て、見応えあるね、
ピッチング、だったと思います。で、ソフトバンク先発東山、5回3分の2、104球、7安打4三振、3四球、1デッドボール、3失点と。まあ、初回ね、から毎回ランナー出すも踏ん張っていたけども、まあ、全体的に制球が不安定で、まあ、最後はね、逆球をホームラン打たれて、まあね、チーム3、基本塁打でね、まあ、力負けっていうね、ところで負けるんだけども、日本ハムはね、初回ね、ソフトバンクね、三森がね、センターでツーベース。で、周東の時に、周東ね、セーフティーバントして、伊藤がね、三塁、悪送球っていうね、バーン、ピッ、アーツだかな、そこ一個でよかったけどね、全体的にまだ初回だしね。で、その後、一三塁になって、周東盗塁。ノーアウト、二三塁から、牧原三振。で、柳田がね、センターでタイムリーヒット2点っていうね。だから、ここ1点で収まってたかもわかんない。まあ、結果ね、勝ったからいいけどね。で、日本ハムはね、4回表、ヌニエスがね、レフトへツーランホームラン。ね、ワンボールツーストライクからインコースのシンカー。ね、狙って逆球真ん中入ってホームラン、東ハムね。で、7回表、清宮がね、右中間へソロホームラン。ツーエンドツーから外のストレートが逆球で真ん中入ってホームラン。これ、武田ね。で、9回表、野村がね、レフトへツーランホームラン。ワンストライクからアウトコースのストレートを狙って逆球になって真ん中入って、ホームラン尾形ね。でここでね、ソフトバンク監督ね、藤本監督チームね、3基本塁打、まあ、このホームランでね、まあ、2点ソロ2点の5点取られてね、まあ、負けたっていう中でね、配球が不満やと、バッテリー、スコアラーコーチも含めてもう一回ミーティングやり直せとっていうところでね、なってるけどもね、正直ね、これ配球じゃない、そもそも。だってそもそもこれね、もう、打たれたところのね、動画を見たらもう一目瞭然。そもそもヌニエスは、シンカーをインコース低めに投げようと思って、ど真ん中に入って打たれてるよ。それ配球じゃなくて失投でしょ。投げミス。ね、もうプロスピだったらもうびっくりマーク出てるね。パワープロとか。7回の清宮のホームランも、今言ってる武田ね、アウトコースのストレートを狙ったやつが真ん中低めに入ってきて、それをホームラン打たれてるんだよね。これも失投じゃんね。で、9回の野村も、尾形ね、ワンストライクからアウトコースのストレートが真ん中高めに入ってきて、それホームラン打たれてんだけど、きっちりじゃなくて、もうここら辺来てて打たれたら、それはちょっと、でしかもフルスイングされてたら、ちょっとさ、配球面にもちょっと考えなきゃいけないなと思うけども、真ん中、インコース構えてんのが全部真ん中行って、それホームラン打たれたって、それをね、言うのはね、もう大体、俺も現役時代そうだったけど、それいつも言うのよ、そうやって、キャッチャーとかに。いやいや、もうその時言うのは、ピッチングコーチに言ってくれっていうね。しっかりキャッチャーのサイン通りもっと意識して投げさせんかい、なんて逆だよね。しかもワンストライ、ワンボールツーストライクってピッチングのカウントやろ。ね。で、ツーエンドツーから清宮にアウトコースストレートど真ん中ってもうちょっと意識しろ、ワンストライクから外のまっすぐなんで高めのストライクやみたいなね。ピッチングコーチに言わないと。こっちに言われたところでそんなの仕方ないよね。まあ、キャッチャーを守る、非公認名誉会長としてはね、やっぱこれは言っときたいというところで言っときます。はい。でね、まあこの日ね、日本ハム松本、4打数4安打1盗塁と、もう100安打、もうこの時で4本目で101安打というところでね、まあここが打ってね、クリーンアップ、近藤、野村、清宮ね、ここが全員打点を上げるっていうところでね、完璧な試合展開だったんじゃないでしょうかね。まあ近藤がね、4打数1安打、2打点。で、野村が5打数1安打、2打点、1ホーマー。で、清宮が3打数2安打、1打点、1ホーマーとね、こうなったらそれはもう手のつけようがないね。非常に日本ハム。グッゲームでした。で、10日、2対0で日本ハムっていうところで、この日ね、日本ハム先発ね、池田、6回87球、3安打3三振、無四球無失点と、非常にグッピッチング。ストレート、すごい走ってるように見えたね。しかもこのアウトコース、インコースのコントロールも良かったし、でそこで変化球っていうところでね、フォーク、緩急もつくから、そこから低めはね、同じ高さから落とされるし、真ん中ぐらいに行ったね、ストライク取りに行くやつは緩急ついてね、柳田とかもね、ちょっと泳がされてね、内野ゴール打ってたし、っていうところではね、非常にグッピッチング。で、ソフトバンク先発石川ね、7回120球、6安打9三振、2四球2失点。まあ、こちらもすごい良かったよ。パワーカーブがめっちゃキレあったし、低めの変化球をね、キレッキレ腕も振ってたし、本当にナイスピッチングだったけども、まあ、6回ね、先頭松本、センター前ヒット。で、上川畑送りバント決めて、近藤ね、センターへタイムリーヒット。で、ワンアウト1塁から野村が続いて、清宮がね、タイムリーツーベースで、まあ、2点取るんだけども、ここだけちょっと上がったね。だからちょっと前半から飛ばしていったから終盤ちょっと待ってたかな。終盤ちょっと全体的に球が高くなったかなっていうところはあるけども、これはもう攻められない。ナイスピッチング。あとはもう近藤と清宮が、グッバッね。あとはもうソフトバンク的にはもうね、ほぼチャンスなし。ね。どこも。で、まあ唯一のチャンスっていうところで言えば、まあ8回ね、ワンアウトから、マサキがね、ツーベース打って、
その後渡辺信とね、アウトアウトっていうところもあるし、で、9回ね、ロドリゲスが上がって、ワンアウトからね、今宮シュートをね、センター前ヒット。で、ここでね、柳田からピッチャーね、堀、左がね、出てくる。あとはね、クイックができないから、シュートの、盗塁もちょっと気にしたのかなっていうね。で、ライト前ヒットでワンアウト一三塁になって、牧原三振。ここ痛かったね。でも逆に、堀はね、ここ三振取ったのが大きかった。で、その後、まあ、柳田盗塁するけども、リチャードね、フォアボール。で、このね、代打マッチ。ツーアウト満塁。スリーボール、ツーストライクから。ね、スライダー。三遊間抜けたかと思ったら、ヤチ。ガッツ守備ダイビングキャッチして取ってからも早かって肩も強くてナイススローヤチグッツ一瞬打った瞬間ね抜けるかまあでもねあのショートのね上川畑もねめっちゃカバー来てたから多分あれねヤチが万が一取れなくてもレフトに抜けてないかも上川畑グッカバーね非常にでもこのねせめぎ合いねいい醍醐味でしたねまあでもねはいここでバットポイントです1回ソフトバンク美森ファーストヘッドスライディング内野安打勝ち取るも親指骨折戦線離脱バンまあだからね俺はもう前々から言ってるけどもファーストまあ俺もファーストヘッドスライディングしたことあるけど俺とかもうどちらかというとこけるヘッドスライディングですスピード感もないからそんな骨折するぐらいベースとか当たんないんだよねしかも俺はもう絶対骨折しないようにこうちょっとこういう風に言ってたんだよねこうじゃなくて、こういう風に言ってて、指当たんないように、もしくはこのベースの上をこういく感じで、指がこうじゃなくて、こういく感じでやるように、俺はずっと言った。しかもスピード感もないから、そんな骨折するほどじゃないけども、イチローさんも言ってた。ね、ファーストのヘッドサインには絶対やめろっていうね。だからね、その、まあ、日本人はね、まあ、甲子園の影響もあるけども、気合が入ってるとか、一生懸命やってるとかって言ってね、ヘッドスライディング好きなんだけどもね、それで、野球人生を短くしていいんかっていうね、球数制限とかね、金属疲労とか、2連投したら休みとか、そういうとこばっかり言うけども、俺はもうチームでね、1位でヘッドスライディングはね、禁止にしてもいいぐらいやと思う。そんな、超レギュラー、今のソフトバンクなんて、ただでさえ怪我人もいっぱいいて、コロナで人もいないところで、そんな、無意味なことして、骨折して、先生離脱って、もう本人にとっても、チームにとっても、痛いじゃんね。三森だっていい形で来ててよ。こっから頑張っていけば、ひょっとしたらベストナインとか、ゴールデングラブも取れたかもわかんない中で、この離脱っていうのは本人にとってもそういったタイトルをね、逃すかもしれないっていうところでは、大きな怪我にもなるし、得がないのよ。しかもそんな変わんないのよ。ヘッドスライディングしてもしなくてもね。結果的に、測ってる人たちのやつを見てみるとね、データを。で、それで骨折していなくなるって、いや、かなりきついし、だからもうね、やめた方がいい、ファーストヘッドスライディングは、本当に。もしくは、リッキー・ヘンダーソン、アメリカのね、ヘッドスライディングするけども、絶対こうやっていくんだって。こう、ベースに対して、絶対こういう風に手で、だから、こうしないで、絶対こういう風になって、この指を骨折しないように、するんだって。だから、そういう風な練習とかもっとしていかないと、もったいないし、こんなあれはないね。しかも、今のソフトバンクの打線、まあ、言い方申し訳ないけど、二軍かっていうぐらいの、形の人生になってきてるわけじゃん。怪我人もいて、コロナもいてね。そういったところでは、そのね、無駄なね、怪我っていうのは本当にね、避けた方がいいと思う。本当にね、ファーストヘッドスライディングは禁止です。もし俺がチーム監督とか関係者だったら、ファーストのヘッドスライディングは禁止します。でもしてもいいですと。その代わり、骨折した場合は罰金取ります。これぐらいの本当にね、ルールは必要だと思う。そのアウトセーフが変わるよりも、骨折していなくなる方が本当に痛いんだから、そういったところはね、プロ野球ファンの皆さんもどう思いますか？みんなでね、考えていきましょう。ということでね、結果的に日本ハムの素晴らしい戦いで、グッドファイターね、3勝、日本ハムの勝ち越しでした。続いては、セリーグ、ヤクルト対阪神、7月8日、0対8で阪神の勝ち越しというかね、まあ90はね、まあコロナ感染によって試合が中止になりましたけども、まあ1試合だけね、8日の試合8対0で阪神というところで、ヤクルトはね、対青柳対策で、左打者を並べるっていうところのね、打線を組んできましたけども、まあそこがね、不発っていうところになりましたけども、ヤクルトはね、1番坂口、2番山崎、3番宮本、4番村上、5番青木、6番長岡、で7番中村が右、で、8番奥村左。で、9番ね、高梨右ピッチャーっていうところでね、並べてきたけども、阪神先発青柳ね、9回122球、3安打8三振、無四球1デッドボール、無失点、完封、グッピチ。ね。
で、ヤクルト先発高梨ね、6回88球、6安打4三振、無四球3失点。まあ、近本のね、ホームランが痛かったけども、まあ、しっかりね、仕事、したかなと。しかも球数も少なかったしね。まあ、初回ね、中村がね、センター前ヒット。で、島田送りバンド。で、近本アウトになるけども、2アウト2塁からね、佐藤のライト前タイムリーな、あ、ライトオーバーのね、タイムリースリーベース。もうちょっとでね、ホームランっていうところでね、まあ、この1点でね、先制して、まあ、あとはもう青柳がね、水よ。だって3本しかヒット打たれてないんだから。で、6回表、ワンアウトからね、島田のセーフティー、セーフ、島田セーフティー、グッパン。ね、でその後近本がツーランホームラン、まあこれで勝負ありっていうねところになったけども、近本ね、やっぱこの30試合連続ヒットで止まって、まあこの記録が止まってね、やっぱすごい自身もね、この楽になったと思うんだよ。全体的にやっぱり今までヒットを打たなきゃいけないから、長打っていうよりもコンパクトにセンター返しを意識しながらね、ヒットを打ってこの続けていこうって、だそれは人間誰でもなるじゃんね。だからそこがやっぱちょっとね、結果は出てるけども、ちょっとこう、おもしになってたところで、まあ、そのね、記録がなくなったっていうところで、しっかり強いスイングもして、ホームランっていうところ、まあ、昨年もね、2桁打ってるだけにね、こう近本、グッパッて、ね、このやっぱこの重圧がね、なくなった時のこのね、プレーの違いっていうのも見ててね、楽しかったかなと。で、7回ね、ピッチャーね、ヤクルト柴田、プロ初登板、ね、まあ、自身のミスもあり、1回37球、5安打2三振、1球5失点と、っていうところではね、ちょっと痛かったかなと。まあね、山本に内野安打を打たれながら三振取るけども、まあ柴田のね、悪送球ね、とか打って、島田、近本ね、こうヒット、押し出しね、で、大山タイムリーっていうね、まあこれはもうプロの厳しさ始まったっていうところでね、まあこっからやっていこうと。ヤクルトは打つね、ね、青柳に対左並べて、まあ攻略法が、まあ攻略法はね、やっぱこうね、まあ怒られちゃうね、言ったら。でもね、左並べるんだったら、こう、ショートの上を狙っていかなきゃいけないよ、全体的にはね。だからそういったところで、セカンドゴロとかも打ってるやつダメなのよ。もう、そしたらもう、嬉しくてしかない。もう俺もしゅんちゃんの時そうだったけども。そういったところでね、やっぱちょっと、並べるだけじゃダメっていうね。まあ、攻略法を徹底ね、していかないといけないなっていうところの試合展開見えましたけども。まあその後ね、コロナっていうところで、まあ明日から試合ありそうなんだけども、まあね、ピッチャー高梨、清水、田口。で、キャッチャー松本、内山。で、内野は山田、奥村、長岡、で、浜田、丸山、青木、で、川端、中村悠平、塩見、で、高津監督、で、大松、森岡コーチも含め、スタッフ、計27人感染っていうところで、まあ、こっからどうなんのかっていうね、ところはあるけども、まあね、まあ、こんな言い方してあれだけども、こうなった時にしかね、チャンス出てこない。俺がね、トレードに出したらいい方がいい選手でね、西浦とか言ったけども、こっからこれでね、どこまで勝負できるかね、個人としてはチャンスだからね、それを、がチームとしていい方向を回るかどうかっていうところはね、まあ注視して見ていきたいし、頑張れって言いたいね。まあ結果はね、一勝で、阪神の勝ち越しでした。続いて、中日対広島。8日、9対2で中日。9日、0対7で広島。10日、2対1で中日。中日の2勝1敗で勝ち越しっていうところになりましたけども、8日ね、9対2で中日。広島先発、大瀬良。3回74球、9安打、1三振、2球、7失点と。まあ、基本的にね、制球いいピッチャーなのに、この日は全体的に制球が甘いっていうね。まあ、ピッチで2回ね、対大島に対してね、フォーク、センター前タイムリーね。で、3回、対高橋に対して、カーブね、ライトへタイムリーツーベース。ここね、いい草に投げてんだけども、打たれてんだよね。この大島のタイムリーとね、高橋。だから、甘い、制球甘いんだけど、いいところ投げてるのもあるんだけど、そこを打たれて、まあ、それを見るとちょっと切れなかったのかなっていうところはね、感じましたね。で、中日先発松葉。6回87球、7安打4三振、2失点と。まあ、失点回のね、3回だけ球高くなったかなっていうところを打たれたけども、まあ、全体的にね、低く制球できて非常にね、グッピッチング。まあ、高くなったらね、打たれてるんで、まあ、全体的な生命線はね、この松葉にとったらやっぱり低めかなっていうね、ところをね、感じましたね。で、まあ、この試合で、初回、大島がね、ライトでツーベース打って、岡林送りバンド。で、やっぱりフォアボールだけど、ビシエドがね、レフトタイムリーヒット。まあ、この試合ね、ビシエドがね、打ったっていうところ、やっぱビシエドがね、打たないとっていうところはあるよね。で、それ続いてね、2回も、高橋がね、センターヒット打って、まあ、木下、松葉アウトになるけども、まあ、松葉送りバンド決めて、2アウト2塁からね、大島、センターへのね、タイムリーヒット。これがね、フォークいいところ投げてんだけどもね、大島のコンパクトなスイングでナイス。で、岡林がね、ライトでヒット打つんだけども、まあ、ここでね、ライト、中村がね、本塁へ、こう、バウンドが中途半端になって悪送球になるんだけどもね、これね、ピッチャー、大城のカバーがね、悪い。これもうちょっとね、
それたら、それた時に動かなきゃね。キャッチャー取れなかったからお会いに行ってるからね。それた時点で対角線上にいるかどうかが分かるわけじゃんね。あの場合多分それた時点で対角線上にいないんだよね。だからしかもライトから投げてんだから、それた時点で対角線上に行くとミスしてもおしょりでバタバタしないんだけど、そういったところね、キャッチャー取れなかったからバタつくから、そういったところのちょっとカバーリングミスっていうところはね、ちょっと見えたかなっていうところは、あります。でもこのね、3対0になって、3回表にね、秋山がセンター前タイムリー。で、マクブルームライト前タイムリーで、この2点。秋山がね、NPB 復帰戦、初戦、ね、4打数2安打1打点っていうところで、いい感じのスタートでね、この2点取って、秋山持ってね、おーし、カープとしてはこうっていく中で、3回裏ね、ビシエドから始まって、ビシエド・マルティネスがね、連続ヒット。で、三ツ俣フォアボールで、ノーアウト満塁から高橋ね、ライトへ2点タイムリーヒット。これもね、カーブ低くいいところ投げてんだけど、高橋がね、いい形で打って、グッパッて。ね。で、木下アウトになるけども、松葉がね、ここ、内角の球をね、ライトを打ってね、ヒットっていうところでね、この行って、あ、ここだね。あの、さっきのね、大瀬良のこと言ってたの、ここだ。間違えた。この、松葉のね、タイムリーの時に、あの、もう一人のランナーがね、突っ込んでくるっていうところで、ここだね、ちょっとビデオで見返してください。ここ。さっきの大瀬良、熱くかっちゃっちゃってすいませんね。ここでした。で、ここでね、4点取って、こう7対2にしたことがね、非常に大きかったし、広島としても痛かったね。そう。ちゃんと書いてあった。松葉のライト前タイムリーで、ね、中途半端なカバーって言って書いてました。すいません。で、中日はね、先生中押しダメ押しと、まあ一番ね、大島が3安打打って、クリーンアップビシエドが4安打とね、この流れに出てたら非常にね、グッと。ね、6回もね、ビシエドがタイムリー打って、で、8回もね、きっちりビシエドがタイムリーっていうところでね、欲しい時に4番が打つ。こうやってなった試合はね、展開的にも、いい流れだし、チームとしては強いね。まあ、17安打で9得点ね。まあ、中日の完勝っていうところかな。で、9日の試合、0対7で広島っていうところで、まあ、この試合ね、広島先発森下ね、7回108球、6安打5三振、1四球無失点と、まあ、前半ピンチもあったけども、まあ、ストレートほんと走っててね、グッピンチ。で、中日先発王のね、6回88球、6安打5三振、2四球1デッドボール、6失点と、まあ、6回ね、デッドボール、あとはビシエドのエラーもあったけども、まあ、2ホームラン打たれて、ちょっと粘りきれずっていうね。まあ、これちょっとまあね、2回にね、小園のセンターへのタイムリースリーベースでね、行って、まあ、この後にね、中日も、なんとかね、この得点したかったとこだけども、まあ、2回もね、ビシエドがね、菊池のファンブルエラーで出塁して、マルティネスがね、463ダブルプレイ、その後木下ツーベース打ったりしながら、まあ、ここちょっと打線のちぐはぐさが出たりとか、3回裏も京田がね、センター前ヒットを打つけども、大野がね、送りバントを失敗でダブルプレイね。その後大島ヒット、岡林ヒット、で、阿部がね、アウトっていうところで、このダブルプレイ、バント失敗、この流れ生かしきれずっていうね。で、4回裏もワンアウトからね、マルティネスがツーベース打って、木下フォアボール、ワンアウト一塁から高橋京田がね、アウトアウトで点取れず、ね。で、5回も、2アウトから6林出るけども、後続続かずっていうね、この5回にもうめちゃくちゃチャンス作ってんだけども、まあそこでね、得点しきれず、まあ、大野もね、自分のバントっていうところがあるけども、まあ粘りきれず、1対0で迎えた、6回表にね、一気にワンアウトから菊池ね、スリーベース。で、秋山デッドボール。これ痛かったね。で、マクブルームがね、スリーランホームラン。で、坂倉のね、ファーストゴロ、ビシエドファンブル。で、小殿がね、ライトでツーランホームランっていうところで、もう、試合ゲームセット。まあそういったところではちょっとね、痛かったかなっていうね。まあ前半戦のこの5回までのやっぱりね、これ打たれたこともあれだけども、まあ5回までね、しっかり得点できる時に取れなかったところが、まあこのね、7対0完封劇っていうところに、繋がってるかなと。広島もね、この2回の表ね、1点取って、まあ勝ったからいいけどね、このワンアウト三塁から、ウグサへのね、ところでウグサが空振り。で、三塁ランナー、小園は多分ギャンブルスタートだったんだよね。で、飛び出して、木下気づいてね、2号立っちゃうと。木下、グッと、小園、バーンと。空振りしてすぐ戻んなきゃね。もしくは、第一リードを小さくして、第二リード取ってすぐ帰れるようにしないと、ギャンブルスタートの時に、第一リードも大きく取って、第二リードで行くと、ああなるからね。そういったところでは、ね、勝ったからいいけども、危ないプレー。ね、でも木下は、グッと。で、日曜日はね、2対1で、中日の勝利っていうところになりましたけども、中日先発柳ね、7回101球、3安打4三振、2四球1失点と、非常にね、素晴らしいピッチング、ストレートも緩急もね、非常につけて、コントロールも良く、本当にね、文句なしっていうところで。で、広島先発の野村ね、6回81球、5安打1三振、1四球2失点、自責点は1っていうところで、まあこれミスが痛かったね、本当にシュート系、
インコースのね、右バッター。で、コース、野村もね、ほんと今自分のできる中では、久しぶりにめちゃくちゃいいピッチング見たなっていうね、ぐらい良かったのに、ミスっていうところがね、ちょっと痛かったかなと。まあ、初回ね、ワンアウトから奥林のね、ファースト悩んだだけども、このね、マクブルームと野村のタイミング合わないで、若干、野村が、この、待ったことによって奥林に抜かれたね。で、ランナー出して、阿部がね、ライトへ先制のタイムリーツーベースで、1点っていうね、ところで、まあ、こっからね、もうどんって普通の野村行きそうだったけども、ビジェイトがね、内野安打。で、これワンアウト一三塁になって、マルティネスのね、ライトファールフライ、秋山ね、ダイレクト送球でね、三塁ランナー阿部タッチアウト、秋山行きそうで。ここね、点取られたらバタバタ行きそうだったけど、このプレーがね、この野村の好投をね、引き出したっていうところもあるけども、まあ、2回の裏もね、高橋周平センター前ヒット、で、木下ね、セカンドゴロで、ワンアウト二塁になって、京田のね、ファーストゴロ、このマクブルームとね、連携取れず、暴投になって、これでタイムリーエラーで1点になるんだけども、今度はね、早いのよ。だから前、その前岡林の時遅かったから、マクボールも今度早く投げるんだけども、早く投げたら野村が入りきれずっていうところで、このミスコミュニケーション、痛いね。こういうのはキャンプでやってくるんだけどね。このミスが響いたね。その後、本当にいいピッチングで抑えてね。で、広島はね、7回、ノーアウト満塁から、堂林のね、犠牲フライで1点。まあ、この後ね、相沢松山倒れて、だからここで一気に、行きたかったね。そういったところでは1点で、まあ柳がねよく抑えたっていうところはあるけども、まあ全体的にねカープもその他はそこまでチャンスもなかったからね、まあ先発の柳の完勝勝ちっていうところでね素晴らしいピッチング。でも野村もね素晴らしいピッチングだった。見事やるねナイスゲームでした。結果ね、2勝1敗で中日の勝ち越しでした。続いて巨人対 DeNA、 8日3対3で引き分け、9日0対2で DeNA、10日4対8で DeNA の2勝1分けで勝ち越しというところになりましたけども、8日ね、巨人先発山崎、7回95球4安打4三振1四球1失点と、まあ基本ねシュートスライダーっていうところが基本戦だけども、まあ、しっかりねコースに投げて、やっぱこれね左肩の開きっていうのがねすごくね遅くねこう保たれてることによって、このね投げ出す時に肘手がね、体の近く通ってきて、まっすぐ入っていってのこう曲がるから、バッターとしては非常にね、この切れ味鋭い曲がり、あと推進力つくから曲がりが遅いっていうところでは、非常にね、グッピッチになったんじゃないでしょうか。で、DeNA 先発今永ね、8回128球、1安打7三振、1四球1無失点と、完璧。ね、ここまでね、ノーヒットノーランの後から6月7日ね、阪神戦、6失点で敗戦。で、6月24日、広島戦5失点で敗戦。で、7月1日ね、ヤクルト戦4失点。こちら勝ちはついたけども、まあ、なかなかね、いいピッチングできない中で、今日はね、非常に、勝ちはつかなかったけども、素晴らしいピッチングだったかなと。やっぱこの対角線のクロスのね、ストレートがしっかり決まれば、まあ、そこからね、右バッターへはアウトコースチェンジアップ。で、そこからね、左バッターにはその同じ角度からスライダーカットっていうところがね、非常に生きた素晴らしいピッチングだったと思います。DeNA はね、4回表、2アウトからね、牧がレフトへ2ベース。で、宮崎センター前タイムリー。正直ね、今永のピッチング見てたら、このままね、1対0で終わるかなって思ったけども、巨人はね、9回裏、ピッチャーね、安崎に代わって、吉川がね、初球、真ん中の高めのストレート、ライトへホームラン、2アウトからね。だから、ま、山崎もね、2アウトになって、勢いで行っちゃったかなっていうね、ところはあるけども、しかしこれね、打った方がすごい。吉川ね、2アウトからだからね。で、DeNA はね、10回表、ピッチャーね、巨人今村、3つのフォアボールで、2アウト満塁、おいっていうところで、関根がね、ライトへ2点タイムリー。これね、スライダー、バットを立ててね、上からね、引っ張り込んでね、叩きつけるっていうところで、非常にね、グッパって。ね、これでね、終わったかなとね、正直思ったら巨人はね、11回裏、ピッチャーね、平田、ワンアウト1塁からポランコがね、レフトへ同点ホームラン。これね、平田ね、3ボール1ストライクから、まあ、ストライクをね、ツーシーム取りに行っちゃったんだよね。フォアボール嫌って。これがね、代打で、ホームラン、プランコ。ね。で、その後ね、重信フォアボール出て、ツーアウト二塁になって、中山の時にね、二塁ランナー重信ね、このブロッキング、ポンって弾いて、これミスだと思って、三塁走るんだけども、余裕のアウト、バッと。これな、一気に、さよなら、流れあったよ、これ。そんな、無理に行かなくてもいいんじゃない？外野前進してるから後ろも抜けるし、自分の足も考えて、中山、余裕のセーフだったらよかったけどね。余裕のアウトだからね。ちょっともったいないね。
で、まあ結局ね、3対3の痛み分けっていうね、ところになりましたけども、9日ね、0対0で DNA。DNA 先発浜口ね、7回3分の2、119球、5安打4三振、4四球無失点と、まあ四球ね、フォアボール出すんだけども、連打許さずね、8回裏ピンチで、まあ伊勢に交代っていうね、あの交代劇っていうところも非常にね、ベンチワーク。グッド。ね。で、伊勢がね、開幕打撃で初セーブ。伊勢。グッド。ね。っていうところの、試合展開になりましたけども、巨人はね、先発、アンドリース、5回90球、7安打3三振、1球1デッドボール、まあ、1失点と。まあ、1失点、まあ、ピンチもありながらね、まあ、試合作ったかなっていうところはありますけども、まあ、4回表ね、ワンアウトから外がね、レフトへホームラン。ね。で、9回、ピッチャーね、高梨に代わって、ワンアウトから小原センター前、レビのアウトになるけども、佐野がね、センタータイムリーツーベースっていうね、この2点目は非常にね、大きかったかなと。で、巨人はね、3回裏、中山フォアボールね、ここ通れ、グッと、ここ良かった。でも、アンドリースね、スリーバント失敗。だけどよ、あれじゃあね、バント絶対できないよ。あんなバントじゃ。もうそれかもう、強振バントだからたまたまだね。だからもう、あれだったらもう、普通に打たせても、いいレベルだね。っていうぐらいの、あの、下手くそさ。でも、あれバントで遅れてたら、そこ1点取れたらね、全然試合の展開変わってた。で、8回、裏はね、吉川がレフトへヒットをつけるも、ウォーカーのね、ダブルプレイ。これも、痛かったね。その後、丸、岡本がね、連打続けてもね、まあ、ポランコがね、伊勢にアウト。まあ、ここね、よく伊勢にね、本当に DNA は、変えたかなっていうね。だから、若干、攻撃のミス、このバント3回、痛かった。中山よく走ったんだけどね、あの、盗塁っていうところはね、非常に良かったけども、あの、バントはちょっと、いただけないね。まあ、でも、伊勢。ピッチね、で10日、4対8で、DeNA の勝ちっていうところでね、この試合ね、巨人先発菅野、だから絶対勝てなきゃいけなかったんだよね。7回123球、6安打6三振、1四球4失点と、ね。で、DeNA 先発読めろ、5回80球、4安打2三振、5四球3失点と、まあどちらもね、ちょっとピリッとしない試合展開。これはね、テレビでやってたからね、見てたんだけどもね、俺神宮に解説行く予定だったんだよ、その日。ね、ヤクルトの話、でも中止になっちゃったからね、見てた。BS のオリックスロッテ戦と2画面で、ね。この日ね、DeNA はね、3回。森がフォアボール。で、ロメロね、3バンド失敗。外国人バンド練習しようぜっていうね。で、エビナライト前ヒットで、ワンアウト1、3塁から桑原のね、レフトへタイムリーヒット。で、ここね、すかさず、桑原盗塁、グッ。この盗塁ね、大きかった。で、それによって、その後のね、サロンのショートゴロの間に1点あげるっていうね、この2点目取れたっていうところで、桑原の盗塁、グッ。ね。で、4回裏にね、中田がレフトへツーベース、この泳ぎながらのかいくぐってね、セーフになって、で、大城がね、進塁打打って、中山のショートゴロの間、ここも1点 OK っていうところでね、1点取れて。でも DeNA はね、6回表に、佐野のスリーベース、で、牧がね、ツーベース打って、で、ここで暴投。これ痛かったね。正直、ワンアウト2塁からね、暴投。この、大城遅いんだよね。ワンパンに入るのが。あれ後ろにやられるとね、ピッチャーもね、ちょっと苦しい。もっと早くね、遅い。この、膝つけに、片足つけに行ってから遅い。ね。で、ワイルドピッチ。で、その後宮崎のね、レフト打ってフライ。このインハイのあの、難しいところをね、この肘畳んで越えてんだけど、レフトフライ、犠牲フライ、グッと宮崎、ナイスバッティ。あれなかなかね、レフトフライも普通に打てない。まあ、これでね、正直試合決まったかなって思ったけども、6回裏ね、ポランコが、レフトサイドでホームラン。で、大城がね、ピッチャー田中健に代わって4球目ね、スライダー。お、入ったね、あれね、大城。ホームラン、バッティングオッケー。ね。で、ここでね、同点になって、お、これな、まだまだわかんないな、っていうところでどうなんのかな、っていうね、中で、まあ、延長、なっていくんだけども、まあ、やっぱり問題は、やっぱこの9回の裏よ。ね。ピッチャーエスコバーから平田に変わって、丸がね、ライト前ヒット。で、岡本ショートラウトになるけども、八百板がね、ライト前ヒットで1、3塁になって、これはこの流れ、もう、さよならだね、ってなった中で、ね。中田が初球、ショートライナー。でも、八百板、ね、走ってて、戻りきれずアウトっていうね。もうついてないね。だからまあ、ね、これ1、3塁。まあ、八百板がね、セカンドに行った方が、ダブルプレーないっていうところもあるしね。まあ、そのライナーでゲッツーっていうところもね、もう不運でしかないね。全体的に。まあ、ここね、走らなくてもいいんじゃないかっていうね、論争もあるけども、まあ、ここはね、バットっていうところよりも、まあちょっと難しいね。どっち、まあどっちもどっちだね。まあ結果論だからね。そういった意味でもまあついてないっていうね、ところかな。で、10回表にね、ピッチャー高木に代わって、
ピッチャーね。で、海老名がツーベース。で、桑原のバント、中田、フィルダーチョイス。あれはちゃんと投げててもセーフだったよ。タイミング的にタッチもしなきゃいけないし、あそこはもう一歩引いてファーストアウトにして、ね、行くべきだったかなと。その後ね、佐野がきっちりライト犠牲フライで1点取って、で、このワンアウト1から牧のサードゴールね、岡本どっちつかずになってファンブレーラー。で、関根がライト前ヒット。で、大和がね、犠牲フライ。で、伊藤もね、打った。一気に4点。これも流れだね。完全にこれ、あとミスだね。だからあの、1点で収めときは、そのほらね、どうなってたかもう分かんない中でね、やっぱこれはね、ちょっときつかったんですね。まあその中で DeNA はね、このね、8回裏、ね、2アウトから中山ね、センター前ヒットで、重野もめっちゃ粘ってね、ファールファールファールで、もう1位の3でまっすぐ行けばいいのにって思いながらね、テレビで見てたけども、ついてね、で16球目をレフトへヒットってね、盛り上がって、で代打石川がね、フォアボール、こう満塁になって吉川ね、2ボール2ストライクから、センター前打った瞬間、ね、おわと思ったけども、桑原ダイビングキャッチでアウトね。これね、桑原のもちろんダイビングキャッチね、ダイビング取ったのも素晴らしいけども、スタートがめちゃくちゃ良かった。あの一歩目。あの一歩目がね、まだ余裕あるダイビングキャッチにね、したね。そういう意味では桑原、グッドプレイ。ね。あのスタートの一歩目の速さ、非常に素晴らしかったね。そういった意味ではね、DeNA としては、守りに守って最後ね、相手にミスをついて勝つっていうね、いい流れ。2勝1分けで DeNA の勝ち越しっていうね、ところになりましたけども、順位表をね、ちょっとおさらいしていくとね、この、ヤクルトはね、今マジック49だけども、2位巨人13ゲーム差、で、3位が広島、ね、1.5 ゲーム差、2位と、で、DeNA が広島に 0.5 ゲーム差とね、追いついてきて、でも阪神は、3位と1ゲーム差、で、最下位中日が、3位と 4.5 ゲーム差、まだ経緯内でね、というところで、まあこのヤクルトね、どうなっていくのかっていうところも、あるし、パリーグは、首位ソフトバンクに、2位西武が1ゲーム差詰まって、で、楽天は、ちょっと 1.5 ゲーム差、2位にね、首位に 2.5 ゲーム差。で、ロッテは3位に 1.5 ゲーム差だけど、首位までは、4ゲーム差。で、オリックスが、3位に3ゲーム差。日本ハムは6連勝して、3位に 9.5 ゲーム差。ちょっと詰まってきたけどね、まだ大型連勝必要かなっていうところでね、セ・パ共にどういうね、1週間今週になるんでしょうか。さあ、ということでベストライン発表していきましょう。パリーグから、ピッチャー、ロッテ。ふたき、チャンスをつかめ。キャッチャー、西武、森、打ち出してきたよ。ファースト、日本ハム、清宮、覚醒か。セカンド、西武、殿崎、アップルパンチ。サード、日本ハム、野村、ジェームス。ショート、西武、源田、シュ、13安打、打ちまくり。レフト、オリックス、中川、PL 学園、最後の選手。センター、日本ハム、松本、4割出せ。ライト、オリックス、杉本、ラオウ。DH、西武、山川、50発へ。リリーフ、西武、水上、新人王へ。セリーグ、ピッチャー、阪神、青柳、帝京大学。キャッチャー、巨人、大城、3発ホームラン。ファースト、広島、マクブレム、ウエストバージニア大学。セカンド、巨人、吉川、もうレギュラー獲得でしょ、これは確実に。外せない。サード、DeNA、宮崎、浜野安打製造。ショート、ヤクルト、長岡、頑張れ。いろんな意味で。レフト、DeNA、佐野、浜野リーダー。センター、DeNA、桑原、浜野スマイル。ライト、中日、岡林、目指す3割。リリーフ、DeNA、伊勢、大名字。続いて、申し送り事項。火曜日から、豊橋で中日対ヤクルト。ね。まあ、この試合、ヤクルトね、試合がもしあったとしたら、もうね、頑張れ、ヤクルト。チャンス。ね。中日の皆さん、今最下位ですけども、もうね、こう始まったらもうね、相手の、そんなこと言ってる場合じゃない。ね。攻めて、3連勝で、ね。行きましょう。もうここでね、一気に押し上げる。チャンスよ。ね。阪神対巨人。阪神の皆さん、巨人もね、なんかバタバタしてるよ。バタバタ。リーフ陣もバタバタしてる。全体的にね、ここで押し上げて、坂本、怪我でいなくなった。しっかりね、勝ち越しチャンスですよ。巨人の皆さん、タイガース。2試合試合してないんでね、この試合のね、勝負感がなくなってるかどうか。あとね、この、先発も編成してくるからね、そういった意味ではね、
もうこのね、試合の流れっていうのをね、渡さないように、序盤、しっかりいきましょう。広島対 DeNA。広島の皆さん、DeNA ね、やっぱりね、桑原、佐野。これをね、しっかり、抑えていきましょう。流れ出したら、止まらなくなるよ。あと、宮崎がやばい。ね、この流れね、しっかり切っていきましょう。DeNA の皆さん、広島ね、小園気をつけようか。小園ね。あと、マクブルームがね、ホームラン打ち出してきてるから。あと、秋山ね、最初打ったけど、ここ打たなくなってきてるからね、秋山を乗せたらね、終わっちゃうよ。頑張って。パリーグ、西武対ロッテ。ロッテの皆さん、西武、もう、急上昇中です。しかも、リリーフ、水上、平良、松田と、いい感じで戦ってます。ということでね、前半勝負ですよ。頑張れ。森に注意。西武の皆さん、ロッテはね、もう、パンパンパンって前半打てばね、もう、ツルーって勝てるから。もう前半パンパンパンって打てるかどうかだからね、そこ、頑張って、行きましょう。何度も言いますけど、高部荻野、この1、2番だけね、止めときゃ大丈夫です。ソフトバンク対オリックス。オリックスの皆さん、ソフトバンクもね、まあヤクルトと一緒で、もうそれ相手のこと言ってられない。もうね、人いない。ね、バンバンバンと勝ち越して、一気に上がっていきましょう。首位から引きずろうぜ。ね。ソフトバンクの皆さん、ね、チャンス、チャンス、チャンス、いないっていうことは若手のチャンス、これチャンスをつぶ、ね、握って、こっからの野球人生変えてください。ね、勝負や。はい。ということで、楽天と日本は試合がないようです。ということでね、明日からもプロ野球ね、どうなっていくのかね、いろんなありますけども、各チームの皆さんコロナに気をつけてね、視聴者の皆さんもコロナに気をつけて、佐々木もね、2回目かからないように気をつけていきましょう。今週もプロ野球、エンジョイ。